お笑いコンビ、千鳥が21日、東京、台場の富士、レビで行われた超語りあるイベント、お題、冒険王2023マー,ースプラッシュ、記者会見に出席。同イベントで団長を、めることになったが、笑いを交えて意気込み、語った。港港一社長は、千鳥のお二人、団長よろし、お願いします。そして、お二人には、7月22日、 23日生放送、27時間テレビの総合司会をやっていただきます。千鳥のお二人、今年の夏は、フジテレビ命でよろしくお願いします。とエール、ノブは団長という役、そして港社長と仕事できるって嬉しい。すよね。トンネルズさんの番組で、小さい頃にいましたから、本当に光栄ですとにっこり。お、馬房険王、僕らからしたら憧れで。 コロナ前と300万人とかお客さんを呼んでいたイベントで米と続けながらピカルの定理が終了となって最後の収録が終わった後にプロデューサーさんが打ち上げ行きますと言って言ったとロが居酒屋エグザイルでしたかっこ笑いあんまりバンの打ち上げがフードコートってないと思うですけどネスミスのた怖さを食べました笑いを交えて振り返っていた副団長を大ん ゆうすけ、津田厚弘と、かまいたち、山内健二、家高1月止め、オフィシャルサポーターは、15日、結成された、アイドルグループ、乃木坂46の大やけ、ライバルグループ、僕が見たかった青空が、当時、テーマソングは、同グループのデビュー、青空について考えるに決定した。この日の回、には、僕が見たかった青空らが出席、鹿代原、青ナと、 佐野水木アナが担当した。